兄ラディッツとの戦いで死んでしまった孫悟空は天界に住むという海王様に会うべく長い長い蛇の道をかけていた。あそこだ、あそこに海王様の家があるんだ。サイヤ人の来襲に備え海王星での修行が始まるのであった。6ヶ月後、ついにサイヤ人が地球に迫る。ジャグシャに潰された息子を見た時のカカロットの顔が楽しみだぜ。孫悟空の静かな怒り。そういや、もう一匹バラバラになったチビもいたっけな。そうか、ちょうちょよし、あげるぞ。さらWe'll be right back.